こんにちは、ビームスジャパンのリーです。本日はこちらモアバリエーションのご紹介をいたします。今回のモアバリエーションでは8つのモデルをご用意しております。その中でも本日は私のおすすめ2方をご紹介いたします。また最後にスペシャルゲストにも登場していただきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まずはじめにご紹介するのがこちら、ボンの人気モデルトーガをベースに別注をしたスペシャルアイテムでございます。こちらはボンのコレクションの中でも最も軽量と言われているモデルでございまして、こう一度かけてみます。こう見ていただけると分かるんですけれども、かなり細身のフレームでございまして、ここがベータチタン素材という素材を使用しておりますので、本当にかけ心地がとても心地いいです。かけてないぐらい軽い素材感になっております。で、こうフレームのカラーはアンティーク調のゴールドと、もう一色がこちらですね。それぞれゴールドとシルバーメッキを施しておりまして、レンズカラーはそのフレームに合う淡い色を選ぶことでシックな印象に仕上げております。こちらのレンズは UV カット 99.9% でございまして、本当に今これから来る夏に向けてたくさん愛用していただけるアイテムでございます。紫外線はもちろんカットしていただけるんですけれども、普段サングラスをつけ慣れないなという方も、そんなにこうレンズのお色が濃くないので挑戦しやすいデザインになっております。細かいところで見ていただけますと、こちらのブリッジ部分、このアンティークシルバーとゴールドに合わせたブリッジのところにポイントでデザインを施しております。はい、続いてご紹介するのが、今回レイビームスとスペシャルでコラボレーションをした人気のモデルマーティンをご紹介いたします。こちらはこう先ほどと少しデザインが異なりまして、フレームがトーガと比較すると少し太めになっております。こちらも見ていただくと分かるんですけれども、かなりレンズが薄い仕様になっておりまして、ここ数年こうトレンドでやっぱりこう薄いカラーのレンズが気になるなということで、今回カラーで別注をしております。なのでこうフレームはそのままマーティンのフレームを使用して、レンズをスペシャルに変更をしております。こちらが2色展開でございまして、こちらですね、上半分と下半分がツートーンになっているのがポイントでございます。ツートーンのモデルが黄色みがかったレンズを使用しておりまして、フレームの色に合うようレンズも組み合わせております。こちらの1色ともう1色がこちら、ちょっとこう赤みがかかったブラウンでございまして、こうちょっとジンジャーシロップみたいなブラウンがとても可愛いと思います。で、裏も見ていただくと、この色のコントラストも個人的にはとてもおすすめです。またこのレンズは少し赤みがかかったレンズでございまして、こちらもそこまで暗いお色ではないので、こう室内でも描きやすいのかなと思います。最近やっぱりこうマスクをずっとする生活だとは思うので、なかなかこう暗いお色のサングラスというよりは、このような薄いレンズカラーのサングラスとマスクとの相性もいいのかなと思います。はい、そして先ほどご紹介した2方なんですけれども、今回コーディネートといたしましては、やっぱりこのクラシカルなデザインなので、ちょっとこうジャケットをベースにしたベストと合わせて少し
クラシカルなイメージでコーディネートを組んでみました。でこうカジュアルなプリント T シャツとかにも合わせてもこうコーディネートを選ばないデザインなので本当におすすめでございます。続いては今回スペシャルゲストの方をお呼びしております。お願いします。スペシャルじゃなくてごめんなさい。こう見えて乙女座の2編、改めちょっとうざいかもしれない2編です。ありがとうございます。いいえ、やっぱり2編さんはこう毎日のようにこうメガネをかけて、はい、そうですね、はい、すごい素敵だなと思うんですけれども、そんなやっぱり2編さんがおすすめするアイテムを、はい、ぜひ皆さんにご紹介していただきたいです。はい、僕毎日メガネかけてる。それはおしゃれというのではなく、単純にメガネです。金眼とランチです。ということで、僕もおすすめはめちゃくちゃあるんですけど、その中で好きなモデルっていうのが、このマーティンですね。マーティンです。これ結構最初の方からあると思うんですけど、何がいいかっていうと、ちょっと、まあ全体そうなんですけど、クラシックなフレームの中に今の技術だったりちょっと華奢な印象があるんで、まあ、僕はずっと大体アメカジなスタイリングですけど、そういったものとも相性がよく、まあ河川とかそういう洋服でもすごくこうクラシックになりすぎないっていうところがすごくいいなって思ってます。でその中でもこのマーティンに関してはしっかりとこうベータチナを使って、インナーのセルフレームで、あとは鼻当てですね、ここがしっかりついているので、まあ、腹の低い、まあ、日本人とか、まあ、アジア人の方でもしっかりフィットするっていうのがこの、まあ、ボンさんの、そしてこうマーティンのいいところかなって思います。これもすごいかっこいい、マットブラックとブラウンの組み合わせ、ね、めちゃくちゃ激渋です。かっこいいです。これかっこいいです。鼻ってすごい大切ですよね。ね、そうですね、そう海外のブランドさんとかすごいいっぱい出ててかっこいいなと思うんですけど、結局つけてみるとやっぱりこの部分がネックで、まあ、買えないとか強引に買っちゃうっていう人もいるんですけど、あとあとやっぱり違和感があるんで、こういうのがついてると非常にいいって思います。おすすめです。ありがとうございます。失礼しました。はい、こちらのイベントは6月18日から27日まで開催中でございます。普段はご覧いただけない限定のアイテムもございますので、ぜひ足を運んでみてください。そしてもしよろしければ高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。